インセキュアは2016年から放送されているアメリカ合衆国のコメディドラマシリーズ。イッサレイ、ジェイエリス、イボン・ル・オージラが出演し、ロサンゼルスに暮らす黒人女性の生活を描く。ショーランナーをイッサレイとラリー・ウィルモアが務める。アメリカでは2016年10月から HBO で放送が始まり、現在シーズン4まで制作されている。 日本では2017年に、フールーがシーズン1のみ配信した後、シーズン2以降の日本語字幕版、吹き替え版は制作されていない。番組は非評価に高く評価されており、一レ例はプライムタイムエミー賞やゴールデングローブ賞の主演女優賞にノミネートされている。ロサンゼルスに暮らす黒人女性の一サはみそじを目前にして5年間、 付き合っている無職の恋人ローレンスとの関係に悩んでいた。仕事も私生活もうまくいかないイッサは波乱万丈の日々を過ごしている。インセキュアのキャスト。ジョーダン・から、イッサ・レイ、ジェイ・エリス、ナターシャ・ロスウェル、アマンダ・シールズ。2013年、イッサ・レイは共同クリエイターのラリー・ウィルモアとパイロット版に取り組み始める。 現代のアフリカ系アメリカ人女性の気まずい経験を題材とし、タイトルをインセキュアに決定した。本作は、ラファエル・サディークが第1シーズンの音楽を制作し、ソランジュが音楽コンサルタントを務めている。本作は批評家から高い評価を受けている。第1シーズンは、批評集積サイトのロッテントマトズに65件のレビューがあり、批評家支持率は100%。 平均点は10点満点で8.6点となっている。また、メトクリティックには33件のレビューがあり、過重平均値は84、100となっている。第2シーズンは、6点トマトズに41件のレビューがあり、批評価支持率は98%、平均点は10点満点で8.11点となっている。また、メトクリティックには13件のレビューがあり、 加重平均値は90、100となっている。第3シーズンは、6点トマトズに27件のレビューがあり、批評価支持率は94%、平均点は10点満点で7.6点となっている。また、メトクリティックには8件のレビューがあり、加重平均値は84、100となっている。ありがとうございます。